皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただいたり、本を読んでいただいたりして本当にありがとうございます。おかげさまで、私の書いた本たちも、たくさんの方に読んでいただいております。本当にありがとうございます。そして、今回ですね、この一度読んだらシリーズに新しいファミリーが加わりますというお知らせをしたいと思ってこの動画を作りました。新しいファミリーね、2月発売の新しい本になるんですけれども、それは何かというと、この紫色の表紙になる予定です。新しい本のテーマはこちら、宗教編を書きました。ですので、こちらの方、新しい本のテーマは宗教の歴史を取り上げてみたいなというふうに思います。で、この本の構成はですね、こちらの方に、その小扉ですね。例えばこの、世界史だったら、この、章ごとに、こういうページがあると思うんですけども、この小扉をね、これずらずらずらっと並べたんですけど、これを見てもわかるように、まあ、ゾロアスターとかユダヤ教とかキリスト教とかマニ教とか、まあ、各宗教ごとに、まあ、短編小説のように並べていこうじゃないかという構成をとっています。宗教ごとの歴史を古代から現代まで解説をしてみました。今、世界史の教科書と日本史の教科書ですね、そちらの教科書の方で、例えばこの太字で、紹介されている宗教がいくつあるかというと、13の宗教があります。ね、例えばゾロアスター教とか、まあ、儒教とか道教とかね、まあ、世界史だとユダヤ教、キリスト教、まあ、イスラムなんかよく見かけると思うんですけれども、日本史だと例えば儒教や神道、仏教、このあたりが、まあ、登場するんですけれども、そういった宗教の歴史を宗教ごとに取り上げて、例えばゾロアスター教ならゾロアスター教で、まあ、古代の発祥から現代まで、そして、イスラムならイスラムで、そのムハンマドの時代から現代までね、例えば、まあ、宿教だったら宿教が成立してから現代までっていう風に、まあ、成立、古代というかね、まあ、成立時から、まあ、現代までの各宗教ごとの歴史を短編小説のように書いてみました。ね、一章には宗教の起源や古代の宗教、大きい、このヒンドゥー教の、まあ、前段階として、バラモン教のことも紹介しています。そして例えばこの仏教はですね、世界史の教科書にもあるし日本史の教科書にもあるものですよね。ですのでこの本ではそれを一つにまとめて融合して、例えばインドで、まあ、仏教が発祥し、まあ、大乗仏教の流れが東アジアにやってきて日本が仏教を受け入れて、なんとか文化というような感じで、その仏教のストーリーとして世界史の中の仏教も日本史の中の仏教も一つのストーリーで、まあ、紹介して、います。例えばこの儒教なんかも日本でね、例えば江戸幕府の朱子学というような流れもありますので、この世界史と日本史が、まあ、融合した形で、その宗教全体の全体像が描けるように、して、います。まあ、このような、まあ、章立て、あるいは日本史と世界史の融合というようなところは、まあ、他の本にはない、この大きな特徴になってるんじゃないかなというふうに思います。きっと読んでいただいたらね、新たな発見があるんじゃないかなというふうに思います。私としてはですね、このキリスト教やイスラムや仏教のような、まあ、何億人もの信者数を抱えるような宗教だけではなくてですね、このマニ教、マニ教なんかはほとんど今では信者数がいない消えてしまった宗教と言われる宗教、あるいはジャイナ教ですね、不摂生とか無所有とかね、そういうところをテーマにしている宗教、あるいは宿教、頭にね、ターバンを巻く宗教なんですけれども、まあそういった宗教にもそれぞれの教えがあり、それぞれのまあ味があるなっていうふうに思いますので、そういったところでも新しい発見があるんじゃないかなというふうに思います。で、私がですね、この、世界史の教科書、
そして、この経済編に続いて、まあ、宗教編書こうというふうに思ったのはですね、こちら皆さん、読んだことありますか？このサピエンス全史ですね。このサピエンス全史に、まあこのユバル・ノア・ハラリさんが、その世界史を動かす、まあ、原動力のような存在として、まあ、国家、そして貨幣、そして、宗教の動きを挙げているんですよね。それはそのみんなのこのみんなの共同体の虚構というような表現もされているんですけれども、この国家の動きですよね。そして、貨幣の動き、そして、宗教ですね。この3つが、まあ、世界史を動かすようなね、その原動力のような表現をされているんですけれども、私のこの1冊目ですね、これは国家の動きについて、主に述べた本で、そして、この貨幣についてはこの経済編で、ご紹介したので、あとこのね、ユバル・ノア・ハラリさんの言う、まあ、歴史を動かす原動力のような存在として、次はじゃあ宗教だろうということで、書いてみ、ました、ね。この本がたくさんの方々に読まれることを、まあ、願っております。で、できたらですね、もう Amazon の予約サイトをオープンしていますので、まあ、予約が多いと、いろんな本屋さんも、この本は注目が集まってるな、ね、よし、ね、うちの本屋にも並べよう、みたいなそういう話になると思いますので、私としては、まあ、親心でね、できるだけ多くの方に、まあ、手に取って読んでもらいたいので、ぜひぜひ、予約をお願いしたいなというふうに、思っています。ぜひこの一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書宗教編ね、2月発売、お楽しみにしてください。そして、お知らせがもう2つあります。まずはこちらの新チャンネルなんですけれども、皆さんご覧になっていただきましたかね。私と お笑い芸人ブロードキャストの坊野文則さんが、まあ、一緒になってですね、ライブ配信で、いろんな歴史スポットを回るというようなチャンネルになっています。まあ今までですね、下関に行ったり函館に行ったりして、まあ五稜郭を見たりとか、そして、例えば下関だと、まあ、高杉晋作のね、この足跡を巡る旅っていうのをそのライブ配信で、まあ、お伝えしようかなというふうなチャンネルになっています。で、まあ、相方のというかね、もうお一方の坊野文則さんは、この13歳の君と戦国時代の戦の話をしようとか、この幕末物語ですね、超現代語訳幕末物語とかを書いた非常に歴史に造詣の深い方でもあります。まあ、一緒になって、まあ、ライブ配信で、いろんなところに行くと。そして、もうねコロナが明けたらというかね、コロナが収束して、海外旅行にもね、自由に行けるようになったら、もうすぐにでもね、海外に飛び出していって、例えばベルサイユ宮殿の前でライブ配信とか、アンコールワットの前でライブ配信とか、まあ、世界のいろんなところでライブ配信やっていこうかなというふうに思っていますので、ぜひぜひチャンネルの登録をよろしくお願いします。リンクにも貼っておきますし、こちらの方この手動 QR ですね、いつものね、こちらの方からも登録できますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして、お知らせ、1月29日に仙台のオフ会、あるいは2月4日から6日まで、日光の旅行も企画中です。まあちょっと寒い折にはなるんですけれども、やはりいろんな方と、コミュニケーションを取っていきたいなというふうに思っていますので、ぜひよろしくお願いします。1月29日の方は、まあ集まって、そして、まあ、歴史スポットをね、ちょっと一箇所二箇所回りたいなっていうふうに思っています。そして2月4日から6日は、4日の金曜日に、まあ、集まって、あるいは5日の朝、4日の夜か5日の朝、金土日なんですけれども、集合で、まあ、日光東照宮などを回る。そして6日は、
東武ワールドスクエアですかね、を回ると、まあ、日本史も世界史も一緒に楽しめる旅になるんじゃないかなというふうに、思って、おります、そういったいろんな企画をですね、しているところですので、ぜひぜひよろしくお願いします。で、こちらの お申し込みとか、先生ねこれ参加してみたいなという方は、公式 LINE ありますので、こちらの公式 LINE に登録していただいて、まあ、そこから連絡をしていただきたいなというふうに思います。私からのお知らせもこの公式 LINE の方で、出てくるようになりますので、ぜひご登録の方よろしくお願いします。新しい本のこと、新チャンネルのこと、そして、オフ会の計画などをぜひぜひ、よろしくお願いします。ちょっとね寒くなってきたのでね、お体にお気をつけて、2021年ももう年の瀬なので、2022年も頑張っていきましょう。以上です。またね。